いや、おはようございます。もう見てくれてるかな、みんな。ほんとごめん、スーパー遅くなっちゃったよ。ちょ、髪の毛固めていいわ。ごめんね、すごい。それぐらい髪の毛固めてなかったよ。セブンイレブンで買ってきちゃったよ。もうお待たせしました。これタイトルコールいきます。あ、いきます。じゃあちょっと一回タイトルで、ごめん。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。セブン酔っちゃったね。セブンが遅刻だったかもね。電車の1分1秒ってすごいよ、本当に。普通心なしか声も出ないしね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。はい、お待たせ。お待たせだったね。いや、本当ごめん。もうね、謝ることしかできない、これは。まあでも、言い訳するチャンスがあるのならば、言い訳するチャンスがあるのならば、いやほら、やっぱさ、こういう商売やってますと、焦ってる姿はやっぱ見せたくないなと。常にそう、俺エスカレーターも絶対走らないから。そしたら本当にね、腕一本伸ばした先ぐらいでプシュってしまう。駅員さんってごくごく非道だよね。じゃあ乾杯。そう、今日ね、本当はね、まず謝ろう。いや、本当にだからすいませんでした。本当すいませんでした。今絶賛 LINE でも怒られてる。絶賛 LINE でも怒られてるからね。サングラス取って謝った方がいい。サングラス取って謝んなきゃいけないの。断る。そこまではしないね、やっぱり。反省はしてる。それはもう重々反省してますよ。サングラス取るのは当然かな。ちょっと心折れちゃいそうだな、今は。今ちょっと心折れちゃいそうだな。体育座りしちゃったもんね。安静坊主にしなよ。これね、そう、言い忘れてた。お手本見えるかも。もうね、はっきり誰が言ってるか分かるかも。そんなパリピなメガネで、ね、かけてる場合じゃないよ。そうだよね。タブレット持つことも忘れてるもんね。いや、本当に、本日はすいませんでした、本当に。ごめんなさい。本当にごめんなさい。時間だけはね、熊野と一緒にしたら許すと。放送ないのかと思った。本当だよね。そうだよね。LINE 登録してない。走れないじゃないわ。走れないわけないだろ、俺が。なあ、過去の放送見直せよ、お前。すげえからな、運動神経なんて。まあ、楽しく行こうね。そうだね。でね、昨日そう、話変えていいもん。反省してるけど、話変えていい？風も大丈夫だよ。ありがとう。話変えると、そう、昨日、あれがあったの。浴衣、ね、夏祭りイベント。そう、浴衣を着て、一応、営業させてもらってね。本当に、すごいたくさんのご来店ありがとうございました。っていうのと、まあ、今見始めたから状況わかんない。俺が遅刻した。謝った。謝ることしかできない。俺はそういう人間だ。ビッグアッキーだよ。で、まあでもごめん、本当ちょっと沈んじゃった、本当に。ちょっと本当に申し訳ない気持ちがいっぱいあるから。そう、でね、今日もね、そう、だからそのね、あ、そう、ご来店ありがとうございましたっていうのと、あと今回もね、お悩み仕入れてきたから。すごいよ、今回のお悩み。それを考えて、その解決を考えてたせいで、遅刻したと言っても過言じゃないかもしれないから。
そう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 、ね、許してくれればありがたいよね。切らせよ、ね、そんなこと言うからだよ。結構ほら引きずるからね。アキト浴衣のシャメないの？浴衣のシャメはまあでもトピックスラップするからね。それため楽しみにしてね。シャメっつってもなんかさ、あんまり全身映すのはね好きじゃないから、顔のみだから。基本な、そうそうそう、お悩み相談今日もやってるからね。で、本当はね、琥珀くんっていう新人をね、連れてこようと思ってたんだけども、まあ、寮にいてね。で、連れて行こうと思ったんだけども、まあ、ちょっと揺らしたらなかなか起きなくて、で、結構なんか安らかに眠ってたんだよね。そうそうそう、琥珀くんっていう新人が入ってね。また、うん、4人ぐらい入ったのかな、最近。すごく安らかに寝てた。爽やかに寝息を立てて、ね、なんかその姿見たらちょっと可愛いなと思っちゃって、そうしたらなんか起こすわけにはいかないかなって、で結局一人で来た。春はね、誘ったよ、今日一緒に出るっつって、したらなんかスタンプでゲロ入ったマークで来て帰ってきた、ね、ひどくない？もう言葉も交わすことはなかった。一番イケメンはやっぱでもね、ね、一番イケメンはやっぱね、どう？だからさ、ね、俺が出てるのにハルくんかっこいいとか言わないの。どこ住んでるの？あ、もうこういう質問ダメ。もうダメだよ。深入りしないで。適度の距離感保って。本当に。イケメンどこどこ見つからないのかな。イケメン見つからないかな。それともハルくんかっこいいっつ、アキトだよねやっぱ。そうそうやって言ってくれるから俺こうやって来るわけだから、これがなかったら俺も来ないからね。アキトのア、アキト、あ、こういうやつね。アキトのア、明日、アキトの木、明日金玉、アキトの音、飛んでく。さ、飛んじゃおうかな、俺が。俺が飛んじゃおうかな。一緒に。一緒に飛んでこうかな。あ、そう、明日休みだよ。みんな気をつけてね。毎月17日お休みいただいてます、当店。で、18日が火曜日だから、17、18で2連休になります、ね。お休みだからね。間違ってご来店しないでね。ほんで、どうしようか。まあ、とりあえず今雑談でいいから。風は大丈夫だよ。ありがとうね、本当にみんな心配してくれて。放送コードギリギリはやめよう。そうだよね。バンされたらもう、二度と拝めないもんね。メガネたくさんあるよ。いや、俺が持ってるわけじゃないんだけどね。だから俺もさ、なんか面白いサングラス探してるんだよね。買おうかなと思って。最近行けてなくて寂しい。本当に？いや、俺も寂しいよ、そういうこと言われる。まあ、来ればいいんだけどさ、そしてでね、今回のお悩み相談ね、本当にね、いや、見てくれてたら申し訳ないけども、すごいびっくりした。まず文章の長さにびっくりした。すげえ文章長かった。かつ、内容がね、俺も踏み込んだことのない領域だったから、そう、いろいろそういう人間の気持ちをね、理解できるようにね、まずはね、Google 先生と話し合ってた。Google 先生と話し合って、あ、なるほどね、こういう心境でこういう感覚になってこういう感じになっちゃったんだ。あっき、クラスの花火大会参加する？何それ、一番ショックな、ごめん噛んじゃった、一番ショックなやつだからね。誘われてないのに来るって呼ばれるやつ、あって思い出す、小学校時代とか思い出すから、そういう
最近秋とか飛ぶ飛ぶ言ってんのになかなか飛びません。どうしたらいいですか。飛ぶまで待てよ。ホトトギス感覚でしょ。わかる。飛ばぬなら飛ぶまで待とう。ホトトギスとね、そういう感じ。飛ぶ予定はないね飛ぶ予定なんかない。あ、そうそうそう、だからその今いいこと言った。だからホトトギスみたいな感覚でね、俺なんか自分でなんかね、いろいろ考えたことあって、これもまあ織田信長だったら泣かぬなら殺してしまえホトトギスで、秀吉ならば泣かぬなら泣かしてしまえホトトギスとで、あとは家康か、泣かぬなら泣くまで待とうホトトギスと。じゃあ秋人はどうなのか、どう思う。みんな何が出るか。引っ張るとあんま良くないから引っ張るとあんま良くないから逆に。俺の場合だと泣かぬなら逆に泣いちゃうホトトギスかな、やっぱこれどうかなと思って。もうだからもうホトトギス全然泣かないから逆に泣いちゃうよみたいな。こっちどうしないでくんないんすかホトトギスさんみたいな。もう泣いてくって俺帰れないっすよホトトギスさんみたいなね。こういう感じでね。そうすればホトトギス泣いてくれそうじゃない。いい感じで。そう、しかも今日さ結構焦ってきたからさ、いつもミュージック流してるの持ってくるの忘れたから、ちょっとゆったりした音楽流せないんだよね。もうここもモチベーションダウンかもしれない。また一つ。アッキー叫ぶね。でもね、時間感覚わかんない。どんぐらいなんだろう。来月の15分までだ。あ、じゃあ来月じゃねえ11時15分までだもんね。ほんとテンパってる。ごめん、メンタル弱いね豆腐メンタルだね。いやいや、ほんとに反省してるの。だからいつも強がりだけどさ、強がりでいつもそう。単純でね、くだらないことがきっかけでねキューピーちゃんとか言うのよお前。どんだけ時間かけたと思ってんのこれ。あ、そう、髪染めた。どう。絹ごし豆腐かどうか知らねえけどなんかね、ほら今のうちになんかみんなの質問はないの。結構ほら時間やばいかもしんない。短くなっちゃったから。コメントの質問 ELT だねそう、いつもそう、単純だね。ボカジャバ買う時間もなかったよ、ほんとに。タバコ吸う時間もなかったし。お悩み相談は一回 CM 挟んでからでいいかな。 CM 挟んだ時に追次回で、うん、前回と同じような流れで行かしてもらうよ。黒よりいいかな。そうだね、フィリピン感出ちゃうしね、黒。浴衣イベントどうだった。ああ、でもね、大盛況でした。ありがとうございます、本当にね。お客様のね、可愛い浴衣も見れたし楽しかった。あとさ、思うの、あのさ、浴衣着てる時の女の子の歩き方ってめっちゃ可愛くない。あの、ちょこまかちょこまか歩く感じ。実際横で一緒に歩いたらちょっとイラってくるんだろうけど、秋冬月、ちょっとごめんね。あの、なんか店や店ですごいなんか事件起きてるらしいから、ちょっと一回 LINE 返すね。ちょっと待ってね、ごめんね結構そう、ドキュメンタリー的な修羅場今結構修羅場。あー、大丈夫だったってね。ごめんね、大丈夫だったって。もう一人新人くんがね、店が開いてね、一世が若旦那っぽくて素敵だった。ずっと上半身脱いでたからね、あの人。あの人こそ本当にふんどしでよかったんじゃないかと靴ずれ半端ない。やっぱり、ね、キレが悪いんだけど、変なコメント拾っちゃうもんね。で、そうそうそう、まあでも本当に浴衣着て仕事しただけだね。さほど変化はなかったちょっといつもと普段一風変わった感じをお届けしますみたいな感じでね、やらせてもらったよ。で、
なんか俺話したいことあったっけな、なんかあったんだよね。あ、そう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 、ゆうさんがね、リアル誕生日だったの、みんなこの場でおめでとうって言ってあげて、多分見てると思うから、ゆうさん、きっとね。屋台とかなかったの？あったよ、屋台っつうか、なんかいおりくんが焼きそばとかめっちゃ作ってたね。新人君イケメン、イケメンだよ、そう、ゆうさんおめでとうって。ゆうさんおめでとう。さっき何色着たの？俺ね、1日目ジンベイ着て、2日目浴衣着た。おい、普通にやっちゃった。めっちゃ期待裏切っちゃったよね。すげえ普通に働いちゃった。ゆうさんおめでとう。色は黒だよ。焼きそばとお好み焼き、そう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 、焼きそばお好み焼き、あと冷やしトマト、冷やしトマトの関数は何でか分かんなかった。なんか死んねえけどトマトがあった。で、おそらくトマト食ったのは俺だけだった。リコピン足んねえから。おめでた、おめでただと全然内容変わるからね。でね、来週はね、そうだね、新宿連れてきて、再来週はね、多分ね、そうそうそう、ゆうさん、あ、違う、ゆうさんだね。再来週は一星くんとね、社長と、あとクイの社長さん、うさぎさんって人出るっつうね。だからもうVIPだよね。だから、こう、今日と来週まではちょっと俺みたいなこの B 級グルメ感を楽しんでもらって。B 級グルメを楽しんで、その集大成で。で、まあ、そう、っていうのも話したけど、また、まあ、機会があれば、まあ、一星くんともやるかもしれない。でも一星くんもすごい喋るから、ブーツ買っちゃうかなと思って。お互い喋り合って。主張激しいからさ。なあね、じゃあ早速 CM 入るんで、じゃあ一体 CM でね、どうぞ。ずっと俺のそばにいろ。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインクたまんねえな。イオンインク。The largest program on YouTube in history. Which is it? Opus. はい、どうも。はい、ということでね、どうしようかな。じゃあ早速やる？お悩み相談の、答え。これね、文章を読むのも結構一苦労なんだよね。すーげー長いのよ。お名前がね、キーさんって人なんだけど、見てるかな？キーさん見てる？見てたら返事して。相変わらず見ないよね、質問するだけして。絶対に返事して。見てる？ほらね、相変わらずね、質問するだけね、相変わらず質問するだけなんだよね。まあまあいいか、こうやって尺伸ばしにもなるし。じゃあいつは早速紹介するね。そう、答え結構ここで言おうと思ってるからさ、求めないんだったら質問するんで、求めない割にまた長いんだけど、ね、これも本気でどうか分かんないけど、内容が結構リアルだからね、ね、読むね。まあのっけから結構でかいバッグってくるから、みんな心して聞いてる。のっけから来るからね。キーさん、男友達と、SM プレイをしていますと。不謹慎な相談ですが、世の中のド S 男性の意見を聞かせてくださいと。まあ、俺もそんなに理解してるわけじゃないから、こんな質問されてもよくわかんないんだけどもね。男友達と SM プレイをしています。
お付き合いしているわけではないのですが、誰にも打ち明けたことのない性癖で、ある日、飲み屋でお互いに打ち明け、それが見事に一致したことから関係始まりました。ですが、なんだかよくわからない抵抗があり、SM プレイをするのですが、セックスを拒んでいました。お互い恋人はいないのでしてもいいのですが、いろんな壁を一気に飛び越えた戸惑いから、挿入はちょっとと私から言ってしまいましたと、ね。ですが、縛られて、手で責められたりして、いつも私だけ満足するような形では悪いなと思っていました。しかし彼はなぜかお口ですることには興味は持てないというのことで。もうこの時点からちょっと俺内容読もうか悩んだんだけど、一番ちょっとだんだん面白くなってきた反面もあった。すごい乱らこんな環境をしばらく続けていたのですが、ここ最近彼への信頼が高まり、男性としての魅力を感じるようになりましたと、やりたいなと思うようになりましたと、せっかくここまで引っ張っちゃったので、彼にとって一番グッとくる形で、そういうふうに持ち込みたいなとね。この彼は、普通の前儀の、SM を超えた S さんで、まあ、縛ったり激しく叩いたりします。ですが、動物扱いをしたりするタイプではないので、可愛がってる M な女の子を服従させるみたいな感覚です。おそらくけらけな雰囲気が好きなんだと思います。 S の強そうな、ハキスさんはどのようなシチュエーションでどのようなセリフを言われたら一番興奮しますかと、どんな返答をいただくか怖い気もしますが、アドバイスいただけると幸いですと。まずね、俺に対するイメージが何なのかが全くわからない。俺を果たして何者なの。結構ね、ノーマルセックスしかしないからね。これはでもね、まあでもこんなね、結構真面目な内容、まあ真面目な質問しているのに答えを求めてない。まあそこなんだけどね、本当にいつも疑問に思うだ。ただまあ、せっかく来た質問だからね、答えようと思うけども。要はだから、S の人がどういうふうにすれば興奮するのかなということでしょ。ただ、S の喜びそうな気持ちを考えながらも、 M はどうすればいいかっていうのを同時進行で考えなきゃいけないっていうことでしょ。ちなみにアキトだったらどうすると。俺だったらもうね、もうド S とかのレベルじゃない、前期しない、もう唾だけ吐いて入れちゃうから、こうありますとね、ありますと物が、したらもうプッとこうプッってやって、もう速攻もうグッズンって入れちゃうあ、これは荒れるぞ、某チャットサイトが某チャット、ごめんね、キーさん、またね、またあれずれたけど、まあだから要は S の喜ぶ方法を考えろということでして、まあ入れてほしいって言えばいいじゃない結論。いや、いろいろ考えて、遠回しにね、遠回しに考えて、なんかもう土下座しながらみたいな感じなんだけど、結構シンプルでいいんじゃないと思って、シンプルに何々様のものが欲しいですと、で絶対じらしてくるから、S さん、ド S さんは絶対じらしてくるで、じらさない、 S さんは。そういう状況になったら、まあ分かんない、俺入れるとか入れないとかも確認しないから、普通そういうもんでしょ、ベッド入ったら。だからそういうのも踏まえて、だからこうやるわけだから、あとはだから一覧流れをS さんに合わせればいいだけなんだね。そのじらすごい、もうなんかもうよだれ垂らしながら入れてくださいみたいな感じでね。これ結構ね、いろいろ考えたんだけど、もうそれぐらいしか答えが出なかった。出る、だって他に逆に、じゃあみんななんかある、そういうの、もうね、俺一人で解決できる問題じゃねえとこれはちょっと次元が違う。シャンパンコール風に言ってください、どういうことだよそろ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 チンチン入れてみたいな感じもうそういうことになってくるでしょこれシャンパンコール風でしょ、これいいよね、新しく組み込んどこうかな
まあ、それぐらいしかないよね。でも今回ね、本当に質問、あのね、そうそうそう、これ一つ言おうと思ったんだけど、まあ、あの別に真剣じゃなくてもいいんだけど、クソどうでもいい質問だけはしないでと。本当に。あのね、どうやったら皮むけますかなんて、ね。どうやって皮むけますかなんて、もう、医者行けよしか言えないから。尺稼ぎにもならん。ね。そんな質問来て、結構ね、そういう質問のが多い。本当にね、こう、お悩み相談したいのよ。助けたい。いろんな人を助けたいの、俺は。ね。いろんな人を助けたいからさ。わかんない、本当、あ、どうした、助けを呼んでる人いるよ。助けが呼んでる人いるよ。ね、だからまあそういう感じでさ、もちろん真剣に質問してね。私も相談しよう。そうそう、相談して。いい答えが返ってくるっていう保証はしないけど、ね、一男性の意見が出てくるよと。アキトのダブルが気になって、あ、これかわいいでしょ、これも。基本シャツいじられるよね、俺も。着るのやめようかな。シャツ。ごめん、可愛くないかな。ズボンはね、オーバーオール。ないっしょ。なんのだろう。あれでしょ、しかもなんか、そうそう、あのネット用語のなんだっけ、ダブルってなんかあれ、決まったんだよね、なんか。内容が。ダブルってどういう意味なのかみたいな。決まったんだよ、なんだっけ。あれ、なんだっけな、忘れちゃったな。そうそうそう、ウェイ、ウェイウェイだっけ、ウェイウェイだよ、ウェイウェイ。ダブルダブルダブルって言ったらもうウェイウェイウェイってなってる。そうそうそう、ウェイウェイウェイみたいな。ね、すげえ真剣な面持ちでニュースで語ってて。ネット用語に使われるダブルという表示がウェイになったことが決まりました。ちょっと笑えよと思う。そんな硬い表情で言うことでもないだろうと。あっき、何着ても大概可愛いよ。ありがとう。熱狂的な方がいるね、本当に。幸せだよ。日本は今日も平和だね。本当だな。何よりも俺が一番平和に生きてるよ。うるさいよ、ウェイ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 。あ？ウェイ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 言いやがって。まあな。平和がどう決まるか分かんないけどさ。あとなんだ、超パリピ感あるよ、こ。パリピだいぶ死後だからね。お前の T シャツ、ウェイ！悲しいわ。ウェイウェイがパリピ用語になる。今日久々にラーメン食おうかな、帰りに。ダメかな社長。ラーメン食って帰っていいかな。ちょっと営業間に合わないかもしれないけど。お腹空いたもん。何ラーメン食べるの。天野くんって言うんじゃないよ。え、天野くんって言うんじゃないよ。あんた誰だ、お前。それだけは許さねえかんな、本当に。どこのラーメン？何だろう。でも博多系食べたい、今日は。細麺が食べたいね。天下一品残ってる。悪くない。いやー、分かってんね。天下一品も悪くないよね。一日ぐらい食ってもいいじゃん。ケチ？みんなケチなの？ダイエットやる気なし。さあ、違う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 、分かってねえなー、マジ分かってねえなー、何も分かってない。あのね、なんだっけ、俺普段ね飯食わないんだよ、あまり。どうぞどうぞ。断食中的なね。うちじゃあのウォーキングもしたりしてんだけど今はね。で、なんだっけな、そうそう、調べたんだけども、断食って結構いいらしいね、体にいいらしくてさ、胃を休めたり、こう内臓の回復には一番断食がいいらしいよね。まあ、痩せないっていうよりか、痩せないことはないんだよ。結局、何も摂取しなければね、蓄えを使うわけだから。すげえ蓄えてるから。やばいっしょ。そうそうそう。
辛いと思うんだけどもね、そうでもないんだよね。あの多分夏ってのもあるんだけど、基本的にこう外でな出たくなくなっちゃうじゃん夏って。で外出たくないからさ、なんか自然とこう飯買いに行くのめんどくさくなっちゃうんだよね。食いに行くのとか歩くのがめんどくさくなっちゃって、あとね最近お酒飲んだ後に飯が食えなくなってきた。昨日もちょっと酔っ払ったんだけどね、全然飯食えなくても、その体温の高さはありがたいですねお前ら本当言ってくれんな、ありがとう、ありがとうよ、いつもいつも。お腹空いて寝れなくならない？あーでもね、お腹空いちゃうせいかね、すげー早く起きる。今日もね、何時ぐらいだろう、俺8時ぐらい寝て11時半ぐらいに1回起きたの。でまた2時ぐらいに起きて、でもう一回寝て4時ぐらいに起きた。そんな生活が多いよね。そんな今日は一つだね。あとなんかくったらね質問ばっかだったからくったらねことばっかだったから。あとでもね、歌ったのが結構反響良かったのかな。そんなに何々歌ってほしいとかいっぱい来た。それは本当に嬉しかったね。もう本当に歌う間の時すーげーショックだったからすーげーショックだったから、もうニコチューのやつなんかみんな爆発してしまえと思ってたまあね、じゃあ次の枠、次の方で、まあ今日の歌とね、あとまあ告知なんかしたりして、やろうかなと思って。で、一旦 CM でね、どうぞ。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から、Here we go!毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなど、リアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。見るけど直樹さんって人かっこいいよね。どこから見てもかっこいいと思う、うん、ここで CM 見れたからさ、見ながら思ってたんだけど、憧れるよねああいう人って。ちょ、体型が違うかな、もう何とも言えないけど、毛と一緒になれるかな、どう、痩せたら毛と一緒になれる、俺も。そうだな無理だないいの、俺は俺のオリジナルブランドを突き進むんだよ、ね、あのだから直樹さんって人がヴィトンだとしたら、そうだな、ちょ俺ピコぐらいで攻めようかなみたいな、ピコとかタウン&カントリーあたりで攻めようかな庶民の味方的なね高級感なしで島村ばかりするけど、あれだからな、島村の服作ってんのとセシル・マクビーの服作ってたのと一緒なかった。あいつはすげえ技術力なんだよ。まあ、いいや、歌おうか。でも食って、これですか、もらっちゃっていいですか。はい、ですか、申し訳ないです。そうそうそう、すごいっしょ。これ、伊織くんに教えてもらったの。美しい豚と書いてね、ヴィトンな、まったく、まったくだよ。アッキーにアッキーの良さあるよ、ありがとう。島村いいよね、いいよね。失恋曲がいい。でもね、
なんか目に留まったのはね、なんかこう、キンキキッズの歌歌ってほしいってのがあって。キンキッズ何歌おうかなと思ってね、結構ギリギリまで考えてたんだけどね、またこうね、思いつかない。失恋したことある？あるよ。そりゃあるよ、人間だもの。千本桜はきついや、あれは。千本桜、喉ぶっ壊れるよ。プール行こう。プール行こうね。プール行こうね。温水プールだろ？もちろん。俺しっかり帽子かぶってっから。愛の塊か。そう、愛の塊もいいと思ったしね。あとね、アニバーサリーいいな、そう。アニバーサリーもいいなと思ったの。どっちがいいんだろう。記念日のやつ？どっちがいいかな。これ今なんかあれってできるんですか？なんかアンケート的な。できます？じゃあ愛の塊とアニバーサリーでちょっと統計取ってもらいます。ちょっとアンケート式にするわ。なんか俺の価値観だけで決めちゃうとあれかなって。でもね、これのあとね、あれなんだよね、スマホの人はできないんだっけ、あれ、投票。そう、あ、そっか、今日ユウさんの誕生日だもんね。でも俺とユウさんの記念日ではないからな。別に。うん、アンケートの方がね、平等にできるかな。別に俺とユウさんの記念日ではない。ユウさんにとっては記念する日かもしれないけども、愛の塊って言ってるじゃんって。怒ることないじゃん。怒ることはないじゃない。割れそうだよね。はい、アンケート出るね今。おーっと、もうこれが、これ集計結果っすか。アニバーサリー買っちゃったね。どうしようか。アニバーサリーで行くじゃん。アニバーサリーで行こうか。愛の塊は冬の歌だしな。そうなのあれ。愛の塊にしようかな。気分的には愛の塊歌いたい気分かもしれないけど。でもなんかあれってハモりたいよね。あれってハモりたい歌だよね。なんかああ、ユウさん見てくれてんもん。じゃあ今回はちょっと、じゃあアニバーサリーで行かせてもらいますと。ごめんね、本当に。アユの塊を歌いたい、聞きたい人もいたかもしんないけども、今回アニバーサリーで行かせてもらいます。星の数ほどいる人の中で僕は偶然あの日で恋に落ちたよ。愛が苦しみだともし教えられたの僕は迷わずに君を選んだだろう。この空で数えきれない星が生まれては人知れず消えてゆくよ。君を愛してる僕が飾らずに
消えたなら途端に泣くなんだろう。もう二度と君を泣かせたくないから何気ない今日という日が僕らの記念日。なんか不思議だった、君が僕を好きな理由がわからないよ。そんなもんかな、シミや仕草だって違っているけれど、最近似てきたと周りに言われる。嘘ついて君を泣かせたあの日、ただ僕はたまたまは何もできず、君がいるだけでありふれた日々が鮮やかに彩られ、愛が満ちてくよ。この気持ちだけは忘れたくないから、何気ない今日という日が僕らの記念日。そんな一言が飾らずに言えたなら、どんなに楽なんだろう。もう二度と君を泣かせたくないから、何気ない今日という日が僕らの記念日。しんみりしちゃう。そうだね、次当たり明るい歌にしようね。やだ、愛してるよんだって、愛してるよ。よかった、いやよかったね、ほんとみんな元気そうだ。ほんとね、今日カツカツだったね、ごめんね、ほんとに。でも遅刻しちゃってほんとに申し訳なかった。で、一応もう放送1分前、終了1分前だから、まあ告知させてもらうんですけども、芹沢優さん残りバースデー24日にありますんでね、そちらの方、みんなでね、アニバーサリーのように、そう、記念日のようにね、みんなに祝ってもらいたいからね、ユウさんのお客さんだけじゃなくてね、まあもちろんユウさんはユウさんのお客さん盛り上げるけど、あんまんだけども、みんなでね、盛り上げていきたいからね、こう、一年に一度の思い出を、みんなで一緒に作りましょう。っていうのと、まあそうだね、ちょっとそろそろね、動画企画やろうと思ってるから、まあそちらの方のね、アンケートもね、一応取ってるんだけど、まああんまり告知してなかったからかな。なんかあんまりこうツイッターからメール来なかったけども、なんかやってほしいことあったら言ってね、やるから。俺らやっちゃうから。だから本日はね、ね、遅れたけどたくさんのコメントありがとうございました、ね、たくさんの視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。じゃあありがとうございます。
日まで使い込んだ仮面をやめ、キャラクターに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情な子も溺れているんだよ、息もせずに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。